子どもにとって自分を表現し個性を発揮できること、そして親や社会に守られて育つことは大切な権利です。皆さんは子どもの権利や人権について考えたことはありますか？この科目では人権視点で見た子どもたちの置かれている状況や課題について考えていきます。講義では生きづらさの中にある子どもの生活、貧困や虐待、社会的な支援、世界の動きなど様々な角度から子どもの権利を取り上げます。各回の講義はこちらの5名の講師と一緒に進めていきます。毎回現場で取材を行い、当事者や関係者の声を紹介します。もしもし、おいで遊びに。こちらは全国的にも広がりを見せている子ども食堂の取り組み。子どもの居場所としても大切な役割を果たしています。でもいろんなところでいろんなしんどいことを受け止めている子たちなので、まあ、しんどい時はここに帰ってくるみたいな、まあ、ホッとできる場。この母親は子育ての負担の中、自分が虐待をしてしまわないか不安を抱えていました。本当に人事だと思えないっていうのがもう率直な感想です。いつそういうことが起きてもおかしくないかなっていうふうに。この方は3歳から里親施設など社会的養護の下で育ちました。16歳で自立し、アルバイトを掛け持ちして高校や大学を卒業。児童養護施設などでワークショップを開き、子どもたちに自分の経験を伝えています。いろんな事情を抱えてくる子がいるので、勉強どころじゃないっていう子もいて、その中でいや高校も行けるんだよとか、大学行きたかったらこういう道があるよっていうのを、その私が今まで受けてきたことを伝えていけたらな。何してたん今日？この男性は障害のある息子にとってどのような福祉サービスが望ましいのか考え続けてきました。親としてはその一貫して本人を知る人が、まあ、常にそばにいてくれたらいいなっていう願いはあるんですけれども、そうはいかない。一人一人の子どもが自分の力を伸ばしていけるよう、現場ではさまざまな取り組みが行われています。この子ども園では子どもたちがそれぞれのやりたいことを自分で選び、思い思いに過ごしています。子どもの自主性を育む保育の実践として注目されています。おはようございます。こちらは子どもを育てる親を支援する取り組み。乳幼児を育てる親が子どもと一緒に自由に参加できる集いの場です。本当に一息できるっていう感じ。心の安定体というか、すごい助けられてるなっていつも。子育てをする母親を妊娠期から出産、育児と切れ目なく支援する取り組み。こちらでは双子や三つ子の親子をサポート。スタッフに子どもを見てもらい、母親は一息つくことができます。そして子どもの人権を守ろうと取り組むさまざまな現場や専門家の話。はい、チャイルドラインです。こちらは子どもの声を聞く相談室です。すごく深刻な環境にいる子が、このままでいいんですって言って、しょうがないんですって言って、もうちょっと話聞こうと思ってもこうプツッと切れちゃう時なんかは無力だなってやっぱり思いますし、またかけてきてねってもう切れた電話に言うしかないみたいな。食事とか清潔を保つとか、まあ、そういったこともこう十分でない子どもさんがいらっしゃってるんですけども、生まれてからずっとその生活なので、本人たちにとってはそれが当たり前の生活になっているので、なかなか改善というか介入するのが難しいっていうことも。今日おやつは抜きだよとか、テレビは1週間見ちゃいけないことにしようっていうのも、やはりこれも制裁を加えるという意味では罰に当たるというふうに考えていて、受験勉強するにしても
受験費用だったり、交通費だったりっていうのが結構かかってしまって、そのためにバイトしながら行かなきゃいけなかったっていうところも、まあ、しょうがない感じだったなと思う。これは家庭での生活が難しくシェルターに避難した子どもが書いた書です。大事なのはね、くれぐれもね、子どもをね、教え導こうというふうに考えてはなりません。子どもの声に耳を傾けて、これは大事なんですけど、子どもから学ばせていただくという、そして、ちょっとだけあなたたちのためのお役に立ちたいというですね、こういう向き方、向き合い方ね、子どもの権利を尊重するっていうのはですね、まあそういうことなんじゃないかなと。冬場にアイスクリーム食べたいとかね、まあでもそういうことも初めて気づく私たちの子どもの意見というか、施設の中では見えなかったなということで、こんなことがしたいんかってね、やっぱりその先にはこう家族があったり将来の夢があったり。親が自分で育てることができない赤ちゃんを預けることができるコウノトリのゆりかご。赤ちゃんのためにも連絡をくださいというようなことが書いてあります。ニュージーランドでは子どもの声と呼ばれる大きな流れが起きていて、子どもに関する福祉サービスや意思決定の場では子どもの声を聞くことが重視されています。子どもの人権は子ども本人、家族、支援者だけの問題ではありません。子どもの育ちを育む環境である地域住民や社会そのものの課題でもあります。子どもの人権についてぜひ一緒に学びましょう。